ホテルバルセロナっていうタイトルを聞いた時にやっぱり最初からすごいいいなって思いました。須田さん自身がどのように考えてこのタイトルをつけたかちょっと分かんないですけど、僕自身もホテルにかなりこだわりがある人物なので、真っ先にもう大好きなホラー映画のシャイニング、あれに出てくるオーバールックホテルっていうのが頭に浮かびました。でそれが原因かどうか分かんないですけど、バルセロナっていう名前のホテルなのに、まあ、なぜか舞台は北米、北アメリカになるだろうなって勝手に想像しました。2人でたまたまカナダのバーフにあるイベントで一緒になったんですね。まあ、本当山奥のまさに本当に何ですかね、人里離れたリゾート地の巨大なホテルなんですけども、まあ、そこが本当にね、あのホテルバルセロナの舞台のちょっとイメージにもなりました。2人でゲームデザインのアイデアをそこで固めて、本当に2人でキャッチボールし合いながら、まあ、そこであのかなり企画の骨格が出来上がったんですよね。はい、ホテルバルセロナがどんなゲームかっていうとですね、まあ、これは完全新作のホラーゲームで、全米中の連続殺人鬼を倒していくゲームです。まあ、ストーリー重視というよりも指先のテクニックが必要なアクションゲームで、何回も死んで武器を手に入れて自分自身を成長させてボスに挑んでいく、そういうゲームになります。で、最も特徴的なのがスラッシャーファントムというシステムです。スラッシャーファントムっていうのは、分かりやすく言うと過去の自分が、今の自分を助けてくれるシステム。何回も死んで遊ぶたびに、前回の周回の自分とか前々回の周回の自分が今のミッションに参加して、敵を倒したりオブジェクトを破壊したりして助けてくれます。こうデスループを作るときに、普通のゲームだとこう素材とか経験値みたいなこうパラメーターだけを持ち越してそれをループさせるゲームがメインなんですけれども、僕はそれにもう一つなんか加えたくて、過去の時間軸、時間そのものを持っていける、そういうデスループのゲームを作りたかったんです。ゲームデザインに関しては、スリーさんと2人で本当にコラボレーションするという意味合いで、まあ、初期の段階に2人でいろいろ話し合いましたね。あの基本的にはもうガリガリとホワイトアールの皆さんがもう開発をどんどん進めてくれていて、あの途中途中でスリーさんから映像が送られてきて見せてもらうんですけども、まあすごいアクションが出来上がっていって、あの本当に僕とスリーさんで思い描いていたサイドスクロールのゲームで、爽快なアクションゲームにしましょうと、で途中途中、血がたくさん出てっていうオーダーも、まあ、スレさんの方でしっかり組んでもらってですね、あの本当最終的にはあの気持ちのいいアクションゲームが出来上がってるんじゃないかなと思ってます。アートスタイルに関するこだわりなんですけれども、まあ、今回の作品っていうのはまあ日本で作っているので、日本のゲームらしさっていうのと、まあ、テーマになっている80年代から90年代のハリウッドホラー映画、これのテイストをうまく融合させられるような写実的になりすぎない、でもアニメっぽくなりすぎない、そういう中間のスタイルを模索しています。であとは、まあ、須田さんのゲーム須田ゲーに近づけるようにユーザーインターフェースであるとかハッドっていうところにスタイリッシュさを取り入れたり、動きの要素を入れる努力をしました。まあ、このゲームに出てくるボスの特徴なんですが、まずこのゲームには7つの世界が存在します。でそれぞれにホラー映画をイメージさせるボスが存在しています。でその中でも僕が一番気に入ってるのはステージ1のボスのジェイコブです。ジェイコブはですね、剛腕の怪力野球殺人鬼で、まあ、キャンプ場に併設されている古いグラウンドを根城にしています。まあ、ホッケーマスクの殺人鬼っていうのはね、皆さん知ってる有名だと思うんですけど、野球のヘッドギアをつけた殺人鬼ってのは他にいないかもっていうふうに彼を思いついた瞬間から僕はもうジェイコブのことが大好きなんですね。発売自体は来年になるのでもう少し先になるんですけれども、きっと皆さんが遊びたかったゲーム、これが欲しかったんだ、これを待ってたんだっていうゲームに仕上がっていきますので、楽しみにお待ちください。ずっとこのホテルバルセロナを待っていてくれたファンの皆さんに感謝します。ぜひシッピングをお待ちください。